最高やな、ブラック日韓もやっぱ。ブラック日韓ですね。うまいよね。はい。神戸にあったそごうさんがね、撤退しちゃったんでね。うん、精神中央のところでも売ってたらしいんですけど、精神中央もないし。うん、まさにこの、はい、体を愛する食品たち。はい。食源探訪。はい。シングルモルト。はい。イチローズモルト秩父。はい。このボトルは今はもう買えない、いつ買ったやつですか？あ、これはね、うん、まだ西武総合が現存してた時に買ったやつですね。前やな、結構前ですね。前やな、はい、で この食源探訪っていうのが、うん、その西武総合グループのブランドみたいなやつですね。なるほど、はい、で食材もちゃんとこだわった逸品を出してるわけ。そういうことですね。でその中のウイスキーは今回秩父の出しましたよっていう。まあ世に言えばあれなんでね、秩父の町自体が西武のお膝元みたいな町なんで、うん、多分それがでかいと思います、うんうん、西武鉄道のつながりで、つながりで、はい、なるほど。でこれさ、個性の異なるバーボンの秋樽、いろんなところのじゃあアメリカのウイスキーバーボン樽の秋樽を持ってきたんや。多分そういうことですね、はい、知りたいな。まあそこら辺はね、アークト一郎さんにね、直伝をかければ忙しいって絶対雲の上やんか、ね、しもしもみたいな言ってみる言ってみる業界で生きていかれようになるかもしもしもちょっと教えてみたいなぜひ見てらっしゃったらバーボンダルの秋田ある何使われてるかぜひ教えてください。例えばキリンの富士山麓でいうと、はい、僕は昔からの話ではあのフォアローゼズっていうイメージがあるか。あ、そうですね、フォアローゼズですね、はい、じゃあここのバーボンダルは何かって、ちょっと飲みながらちょっと推理しようか。そうです ね、はい、ね、はい、うわ、はいはい、どうぞ。バーボンダルはバーボンダルの香りがします。あ、しますか、はい、めっちゃうまいわ。お、ありがとうございます。で、アルコール度数もこれ52、3であるよね。ありますね、はい、うん、でパンチきついもアルコール度数まあ、あれですね、体に流し込んでね、はい、肝臓をね、あの鍛えてもらうということで、はい、若いのは仕方ないとしても、はい、これなのでバーボンの秋樽、バーボンの蒸留所当てる人おるかな。いやー、マニアな人だったらあれじゃないですかね、うん、なんか勝手に推察して、うん、なんかブツ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 言ってそうですよね、なんかでもこれ当てれたら面白い。だからいろんなヒントとかあればいいけどさ。そうですね、うん、まあどこのところと仲がいいかとかね、うん、そっちから攻めていかないと、はい、分からん、しょうがないよね、はい、あれじゃないですか、サントリーさんからジムビームでもらってんじゃないですか。めっちゃジムビーム量作ってそうやもんね、はい、まあでもこれ多分ジムビームの蒸留所買う前ぐらいの、うん、買う頃か買う前ぐらいなんで、その前かな、か前ですね。下手したらキリンさんからフォアローですかもしれないですね昔からその笹の川とかそういう時から、はい、バーボンの秋樽の流れはあったと思うけど、はい、やっぱ知ってる人からすると知ってんやろね、これ。そうですね、笹の川さんどっから入れてんのかな絶対、だって本坊さんだってバーボンダル使ってるもんな。はい、そうですね。でもう一つ言うと、そこの明石のさ、ああ、はい、あれホワイトオークやろ。ホワイトオークですね、バーボンやんか。そうですね、どっから手に入れてるんでしょうかね。まあでもバーボンだったらなんか安く輸入できるから、多分まあそういうのはありそうですね。なんかもう一気にどっかバーボンダル見繕ってくれとか言って、向こうのアメリカの業者さんがそうやってバラしたバーボンダルを、まあメーカーごとというよりも流してくれるのか、うんうんうん、そういう一つの あの推測か、か仮説、あ、まとめ売りとかあるかもしれないですよ。バルクセールみたいな、はい、今なら100タルにプラス10お付けしますみたいなタイムセール30分以内のご注文みたいなあとはそのやっぱりアクトさんみたいなこだわってるイチローズモルトなんかは、このぐらいの甘さとかバニラっぽいやつを、あ、欲しい、ちょっと、あ、ありそうですね。オーダーかけて、オーダーかけて、で向こうの業者が見繕って、うんうん、このぐらい、うんうん、オッケーオッケー、見繕って、はい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 、
はい、メーカーズマークの何々フィルなんとかー言って、うん、メーカーズマークかちょっと違うな、ちょっと違うね。どうメーカーズマークかでもなんか十分ありそうっすよね、メーカーズマークあとそうやな、ルイビルあたりのなんだろうな、あの大きいとこって、ヘブンヒル系だったらどうかな、あんまり違うな、でもあちょっとこあのちょっと濃厚なイメージあるから、ちょっと濃いっすよね、うん、その辺はね。ハーパーとかなんかその辺のハーパー、そうですね、バーボンダル見ながら、はい、ちょっと皆さんもちょっとね、そうですね、面白いかもね、この飲み方、この飲み方は結構面白いと思いますよ。絶対当たれへんいやあれかもしれないっすよ、もしかしたら他の蒸留所から、うん、お下がりのバーボンダル使ってるから薄いのかもしれないです。それもあると思う、はい、いろんなパターンがあるやな、はい、今ようあるじゃないですか、あのウイスキーの樽で逆にやるみたいな、ラフロイグダルとかね、うん、なんかめっちゃ甘いの甘いあの確かにラベルに個性のある秋樽って書いてる、バーボンの秋樽って書いてるだけに、はい、香りだけ書くと、うん、セメダイン臭とかないけどすっごいいい甘いバーボンの香りする、あれかもしれないですね。甘いバーボンって言ったらね、うん、メーカーズマークかな僕はヘブンヒル系ではないと思うな。あーなるほど、エンシェントエイジとかちゃうと思う。エンシェントエイジは確かにまあちょっとね、もうちょっとパイシーってわけじゃないですけどね。そう、はい、なんかこう濃いでしょ、色も濃いし、濃い、はい、どっちかやったらそのフォアローゼズとか、はい、ジムビームとか追いすぎてからなってんけどマスター、はい、ティティブハイボール、はい、5000円です